消防司令の宮谷翔吾さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。爽やかですよね。加古川消防本部の宮谷と申します。よろしくお願いします。今何年目ですか？今17年目に。17年っていうことはどうなんですか？消防士の中ではベテランな方、中堅、まさに中堅ど真ん中ぐらいに。宮谷さんが、自分が消防士として言ったら、加古川この町を守る立場として一番大事にしていることってどんなことですか？加古川市が赤川市と有馬町、南町なんですけど、仕事を進める上でとか訓練する中で悩むことがあるんですけど、どうしたらいいのかな、でもその時はやはりどう、何が一番市民にとっていいのかっていうふうに考えるっていうことを大事にしてます。僕もね、初めに加古川市防災フェスタ2020に参加させていただきましたけど、1年に1回でも日々備えなくちゃいけないんだけれども、そうじゃなくても今日少しでも何か、あれ大丈夫かなって考えてほしいですよね。あ、そうですね。毎年このように行われているんですよね。この毎年行われているっていうのが僕すっごい大事だなって思っていて、1年に1回でもいいから何かあって皆さんに気づいてほしいなって思ってます。忙しかったらこれあかんことなんですよね。忙しくない方がいいんですよ、おそらく。出動災害危険性に関してはもちろんそうですね、訓練をずっとどんだけするかっていうところですね。その分で忙しくする。なるほど、だからもちろん現場に出なくちゃいけない忙しさ、それは少ない方がもちろんいい。そうです、そうです。でも、その忙しさとは別に訓練する忙しさっていうのは毎日続くわけであって、でもう一つやっぱり大事な防災っていう観点があるわけじゃないですか、やっぱり防災っていう面で一番これ大事なことって、この全部なんですけど、防災にとって何が一番大事かっていうのに、僕が一番思うのは、いつ来るかわからない、多分一生来ないかもしれない。そうですよね。そういったものなんですけど、そうじゃないよと思ってきたら、普段からやっていることが役に立つとか、そういうことを意識を持って自分たちも訓練したりとか、防災についての考え方を広めていくっていうのが大事かなと。消防士としてこう抱えるジレンマみたいなのがあります？私が今担当している予防課という業務においてちょっと言わせていただくと、火災を未然に予防する仕事をしているんですけど、この予防っていうのをもっと浸透させたら火災自体が減りますし、そうですね、火災においての被害ももっと減ると思うんですね。今一番伝えなきゃいけないのは住宅用火災警報器ですね。これはもう絶対につけていただいてたら、火災がもし起きた時にはもうすごい力を発揮しますので、火事になるとちょっと今鳴らしますけど、わざとおこんな音がまあまあ大きい音があるんですね。はい、これでじゃあ寝室にこれをつけてると煙を探知してすぐに教えてくれる。そうです、はい。へえ。これがついてるかついてないかでも命も助かるか助からないか大きく変わってくるんで。それってやっぱり逃げるのが1秒遅れる2秒遅れるだけで全然違うんですか？もう全然違います。1秒2秒早く逃げることがすごく大事です。それが検知するともう自然と消防に指令が、指令というか信号が行くわけです。それはね、そうじゃないんです。そこはつながってなくて、住宅においてはそうはなってないです。福祉施設とか危険度が高いところはそうなってるんですけど、煙を感知してで音で知らせる。なので、全ての部屋につけてもらうのが一番なんですけど、設置義務があるのは寝室なんです。で、一番火災が起きそうにないところに何でつけなあかんのかと思えるかもしれないですけど、はい、もちろん台所も必要です。必要ですけど、一番大事なのは寝室だと言われてまして、火災が起きて亡くなる一番の原因多いのが一酸化炭素中毒なんですね。なるほど。それってその煙を吸うことによって、そうか、でさらに言うと煙すら、煙が届く前に先に一酸化炭素が届く場合もあると。駆けつけるのが早い、そして消す訓練を前にされている、消す能力が高くなっていく、それも当たり前より大事なんだけど、その前に火災が起きないように予防できることが当然ながら大事になってくるわけですよね。はい、普段から現場で行く現場の消防隊は日々訓練をして、火災が起きたら被害を少しでも抑える、助けなあかん人がおったら絶対助けるっていう思いでやってるんですけど、どんだけ頑張ってもその
救える一人当たりが一緒のうちに救えるっていう経験をするっていうのはまあ多くないかもしれないですね。そっか。それを比べたら、その未然に防ぐっていう行動をしてもらっている方が、救えてる人数としては多いのかなっていう。消防士さんってやっぱり子供たちのヒーローじゃないですか。はい、みんなこう消防士みたいな、みんななんか手振りません。あ、そうですね。手振ってくらまるんで。これ正味やっぱりちょっと嬉しかったです。嬉しいです。ちょっとアイドル気分で。でも消防士が来ちゃいけないんだよってそこで部活動がね教えられるようになったらいいわけですよね。そうですね。はい、これは加古川オリジナルの、これ、はい、加古川の川ですね。川っていう字を、そうなんですか。で青色をイメージして、はい、これ本物に全然違います。全然違います。本部に消防本部によって堺市、まあ、もちろん大阪市全然違います、ね、そうなんですか。そういう目線でまた見ていただいたら面白い。ほんまですね、はい、消火ができた、命を救えた、でも家が残念ながら焼けてしまった、どうご家族にっていうかお声かけますか、消防士として。よかったですね、はい、もちろんそう、よかったですよね、命助かったから、はい、でも家がなくなっちゃったわけですよね、はい、その時ってどんな思いですか。命が一番大切ですね、うんうん、それはもう紛れもないことなんですけど、やはりその家、にはたくさんのものが、思い出がそうですね、はい、とか大事なものがあったり、うんうん、そういったものを守るっていうのも 大事な仕事だと思うんです、うんうん、そういうのができなかったっていう部分はあるので、火事自体が起こらないっていうのが一番いいなっていう火事になってしまうんですけど、いやでもほんまそうですね、はい。砂浜に確かな一歩だから僕は歩く。